ナンシー・チョドローを卒業。ブランディス大学で博士号を取得した。チョドローは、ジェンダーの際を、オイリプス・コンプレックスの妥協形成と考えている。彼女は、個人は、良性的なものとして生まれてきて、母親が、その最初の性的な対象であるというフロイトの主張から出発する。チョドローは、カレン・ホーナイとメラニー・クラインの著作を引き合いに出しながら、子供は、 その支配的な母親像への反発の中で自我を形成するという。男の子は比較的容易に自律性の感覚を形成していくことができる。というのも男の子は父親という行為主体やその自由と自己を同一化し、母親や妻という存在の中に取り込まれている関心と対抗することができるからである。この過程は女の子にはあまり簡単ではない。 母親はより強固に自分の娘と同一化を図ろうとするからである。娘は父親を自分の愛情の対象としようとするが、母親との強固な絆による自我の形成により、窮地に追い詰められる。男の子が典型的に愛情を二項的な関係として経験するのに対して、娘はリビ微動的な参考関係の中に巻き込まれており、そこでは自我は父親への愛情、 母親の愛情と父親の母親への関係についての懸念と不安に引きちぎられそうになる。チョドローによれば、二項的で三考的な最初の愛情の体験が、ジェンダー役割の社会的な構築、文化全般における女性の価値の別紙や、男性の行動におけるクロスカルチャー的な様式、そして第二波のフェミニズム以降、西側諸国における 結婚問題での緊張関係などを説明しているという。結婚生活では女性は性的関係よりも子供により多くの関心を向けている。女性の性行為に対する両面的な感情はおそらく男性の生活様式に由来するものである。女性は性的な成熟に到達するや否や子供に自身のエネルギーを振り向けるようになる。ありがとうございます。